お疲れ様です。あ、お疲れ様です。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 広場、広場。はい、石田さん、お疲れ様です。音声どうですか？聞こえますか？音割れてたりとか映像ヌルヌルとか教えてください。はい、またつ44いらっしゃい。ケンチャロさんいらっしゃい。楽しんでってください。おい、旅人さんありがとう。サンチさん、お疲れ様です。いよいよっすね。いよいよ配信が、結果発表が始まりますよ、もうすぐ。緊張してる。緊張してきましたね。なめだるまさんいらっしゃい。音割れてる。はいはい。音が割れてる。ちょっと今チェックするから待ってね。録音デバイス。あ、割れてるな、これ。レベルが高いのかな。ちょっと待ってね。今調整するんで。再生デバイス。これか。音映像 OK。 どう今。音どうですか？まだでかいかな。どうだろう。まだでかい。これくらいかな。どうですか、音の調子。調整したんですけど、今アルタ前ですね。アルタ前の広場にいます。新宿東口のところですね。こんばんは、タタピョンさんいらっしゃい。本日司会進行させていただくバドウです。よろしくお願いします。ロコちゃんいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。ふーちゃんいい感じ？音量と映像ヌルヌルっすか？やっちゃゴジラ前。あ、アルタ前っすね。アルタ前です。いい感じ？みんな。音割れてたら言ってください。よかったよかった。ちょっと電波の問題がね、電波がなかなか繋がらないから。はい。いい感じだよね。いやー、緊張してきたな。音バッチリ。うん。オッケーオッケー。じゃあこれでやっていきましょう。ちょいでかいよ、音。音でかいか。ちょっと待って。ちょいでかい。これくらいかな。ちょいでかい。どうですか？どうですか？のんたんね、モンスター被ってこようかなって言ってたんだけど、痛いかな、私って言って。いや、多分痛くなると思うよ、つって。有名人、僕は司会なんで企画の参加はしてないっす。スカパンさんどう？みんな音量 OK だったら OK って書いてください。音量 OK だったら OK って書いてください。トロシさん、どうもどうも。来てくれてありがとう、トロシさん。楽しんでてください。ね、最後の企画なんで、頑張って盛り上げていきましょう。僕も皆さんがね、楽しめるように司会進行頑張るんで、応援よろしくお願いします。今回ね、僕は、配信側で企画側じゃなかったんですけど、ネコニカルさんいらっしゃい。オッケー、ノーさんありがとう。あ、彼女を紹介しましょうか。せっかくなんで。僕の彼女です。ちびっこです。ノンタンです。よく僕の放送に彼女を出演することあると思うんで、よろしくお願いします。僕の彼女です。大丈夫？気にしないで被ればよかったのに、おそろ見たかった。うん。今日ちょっと B-boy ファッション風なんだよ、俺。珍しいじゃん。B-boy ファッション風です。こんなファッション初めて。年上ですよ。サンチさんどうもです。どうもです。あ、フォローありがとうございます。頑張ります。ふわっち、ふわっちメインでやってるんで、もしよかったら、皆さんもフォローしてください。僕も行く。リアツ作るんですか？ぜひぜひ来てください。盛り上げてください、一緒に。寒いから風邪ひかない。今日ね、実は暖かいんですよ、東京。暖かいですよ。全然寒くない。いい感じ、いい感じ。今日暖かいよね。お疲れ様です。ちいさんいらっしゃい。どうもどうも。何歳の彼女？あ、彼女の年齢は、3個上ですね。34歳です、今。飲んだんです。飲んだちっちゃいんだよ。あと、マネージャーのたくみさんも来ていただいてます。たくみさん、どうすか今日は。どんな結果になりそうですかね。全然見てないか分かんない。全然見てないの。来た。おいっす、おいっす、おいっす。お疲れ様。レジェンド。うん、あ、おいっす、お疲れ様です。どうもどうも。これみんな集合するの？ここに集合するの？いや、僕、ヒカルくんからここに待っててって言われました。あ、そっか、俺も今連絡来て。はい。了解です。木村さん。うん。めっちゃ酒臭いです。
何杯飲んでるの？飲んできたからね。あ、そうで。でも3杯ぐらいしか飲んでない。いや、あの、これ多分、あの、体に染み込んでる、もう、あの、皮膚とかから出てくるアルコール臭ですよ。アル中の匂いです。酒しか飲んでないから。つまみを食らってないから。かっけえっす。いや、みんなもういるんでしょ、近辺に。多分もう集まってくると思います。やっちょ、ゴジラ前だと思ってて、今向かってる。あ、了解です。あれか前ですね。集合は。新やっちょ、連れ来る？あ、わかんない。どうなんだろう。たくみさん？たくみさんいるよ、こっちに。たくみさんどこだ？どうも。今日はカメラマンなんで、コメント読めないと思うんで、申し訳ない。なんとか頑張りますので。いや、マジでね、俺ね、数々のホームレスと会ってきてるじゃん。あの、ホームレスと同じで、アル中の匂いがするわ、金梅さん。やべえわ。マジでね、体からアルコールの匂いがプン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 するわ。マジで多分、水飲まないで酒飲み続けた感じだと思うよ。イオイオンいらっしゃい。七種に変わりましてさんいらっしゃい。金梅さん、赤いパーカー似合うんだよな。アディダスの。あ、タバコ持ってますよ。吸ってください、ぜひ。あ、一本。あ、これごと持ってっていいっすよ。いっす、いっす。ステントはそこにあるんで。いっす。いや、飲みすぎだよ。多分、体調マジでやばいと思うよ。マジで。キットさんいらっしゃい。あ、フォローありがとうございます。ありがとうございます、フォロー。じゃあ、新しいフォロワーさん紹介します。新しくフォローしてくれた方が、量産型クフさん、フォローありがとうございます。カレー臭がアルコール、やばいよね。体マジで壊すと思う、金梅さん。金梅さんマジでこのままだと死ぬと思うよ。はい、贅沢ピノさんいらっしゃい。あ、また新しいフォロワーさん。はい、ピノこんばんは。あ、ゆりさん、風船10個ありがとうございます。今日司会進行頑張るんで、よろしくお願いします。新しいフォロワーさん紹介します。小田武道さん、小田武道さん、あと、シンシンさん、フォローありがとうございます。小田武道さんとシンシンさんがフォローしてくれました。ありがとうございます。戦いのように飲んでる。あれもう仕事の域だよね、完全に。完全に仕事の域だと思う。完全に仕事。ラスト頑張ります。くるくるみんさん、ありがとうございます。頑張ります。ラスト頑張ります。よろしくお願いします、応援。ちょっと若干やっぱね、大手生主さんの司会をさせていただくんで、かなり緊張してるんでね、ちょっと下手打たないように、気をつけたいと思ってますよ。さとみさんいないね。さとみさん来ないのかな？今日あったかいから、よかったね。今日あったかい、めちゃめちゃ。パーカー1枚で十分だった。サーポンさんいらっしゃい、こんばんは。ABC さんいらっしゃい。牛島くんの山田孝之に少し似ている。そうかな？あんなイケメンじゃないけど。里見さん見えないっすね。今、金梅さんと会ったばっかりっす。金梅さんと会ったばっかり。まだ見てないっすね。今のところ見えないかな。来るのかな、里見さん。あ、体調不良なんだ。まあ、金梅さんがいればいいんじゃないかな。新しいフォロワーさん、リーチさん、フォローありがとうございます。もしよかったらね、YouTube の方と Twitter の方、番組説明のところに書いてありますので、YouTube でチャンネル登録してください。結構面白い動画とか、心霊動画とかいっぱい上げてますので、よろしくお願いします。山田孝之似てる？丸メガネでヒゲだからでしょ？全然似てないでしょ？似てる？山田孝之似てる？言い過ぎでしょ？似てないと思う。丸メガネとヒゲだけだと思う。山田孝之さんに怒られちゃうよ、そんなの。お、新やっちょさんだ。お疲れ様です。えっすえっす。今、金梅さんタバコ吸ってますね、奥で。そうなんだ。はい。ヒカルとかは？ヒカルくんはまだ来てないですね。そうなんだ。めちゃめちゃ頑張ってましたね。あ、ふわっちね。はい、ふわっちです、僕。レッツノート。あ、そうですね。これ、うなちゃんマンに壊されたんですよ。なんで？なんか、うなちゃん前にリアドしたら、バーンって投げられて。マジで？ぶん投げられて。それ、なんも罪にならない。いやー、でも、僕、うなちゃん前に憧れて配信世界入ったんで。なんでそんなんされたの？いや、なんか、ディスられて、頭に来てリアドとして、うん、そしたら、ドア開けた瞬間、ぶん投げられました。そうなの？はい。喧嘩みたいな死に方。
いや、喧嘩っていうか、まあ、口論みたいな感じでしたね。そうなんだ。はい、いやー、めっちゃすごいですよ。もう、ヒカル君と、深夜っちょやばいって、もう超頑張ってるっつって。あ、そうなんだ。マジ感動したとか、かっこいいとか。まあね、すごいみんな。こういう企画はね、やり遂げるの。でももう声ガラガラで、超疲れてますよね。疲れたよ。3日間もやるもんじゃないよな。すごい、本当に。そう、本当になんかもう、すごいみんな感動した感動したって言ってますね。本当に。で、皆さんすごかったですよね。ありがとう。感動したっていう声がすごい多かったです。まだ楽しかったわ。うん。いや、一人じゃできない。これは無理ですね。誰かがいるから、なんか負けないっていう。気持ちで多分乗り切れるとか一人やったからじゃあもうこの辺で終わろうかってなる。僕こんなに深夜とかブワーって配信長時間やっていろんなところ行って最後まで寝ないで配信してたのやっちゃさんだったんですよ。あ、そうなの。あ、俺は見てたの。見てました、見てました。でみんな寝てるとか思って、いや渋谷行ってたじゃないですか初日。そうだね。だからすげえ根性あるなって。やっぱ初日は4ポイントで次の日が209ポイントで、まあ、お疲れ様でーす。お疲れ。めっちゃかっこよかったです。お疲れ。お疲れ。お疲れ。あ、来ました来た。あ、来た来た。お疲れ様です。です里見じゃなかったのなんで金馬ちゃんだって。里見来てないよこれチェンジ性ありなの里見のポイントが金馬ちゃんになってる。里見の体調不良ね。金馬ちゃんのポイントがめちゃめちゃヒカル君かっこいいとかもう超頑張ってるとかもうすごかった。ファンの声がもうヒカル見直したわとかすごかったっすよ本当に。初日から何やってたんですか。まあ、ずっと寝てた。金梅さんの金梅どうにかしようっていう声めちゃめちゃあったけどな。ふわっち寝配信ミキティいらっしゃらないですよ。あいつ寝てるぞ。金梅どうにかしろよ。めちゃめちゃ来たけど来てないわ。みんなななんかわけわかんないこと言うんだよ。いやー、ほんとよかったよね。最高の企画でしょ、これ。なんでしょ。めちゃめちゃ最高の企画だって。だって、窓越しで、ぼやーってシルエットで。いや、メンツすごいよ。超豪華で。見てこれ。この一色で、大手のレジェンド、ヒカル君、プルバエ、やって。じゃあ、それやったらいいか。見てこれ。俺はセブンさんっていう、韓国の150万フォローやって、フリーライブだったから、それでちゃんと一回映して、歌声映して、戻ってきて、ちゃんと自己紹介もしたから、そこもちゃんと、そこは大丈夫でしょ。あとは韓国の人は勝手よ。ヒカル君とやっちょはもうテカテカなの。もう汗ダクダクで、もう日焼けもしてるし、声ガラガラなんだけど、ヒンバイさん声ガラガラじゃねえし、肌、なんか肌からアルコールの匂いプンプンする。ミキティもそれくらいですか。ミキティ来ないっすね。まだ限定か。じゃあ、もう入ろうよ、さっき。そうっすね。あれはあんなもん待っとったら1時間だ。フッカーはどうする。集計ですね。集計を。あ、待って、ミキティ出口間違えてウロウロなの。何やってるっすね。じゃあとりあえず待ちますか。ここちょっと待ちますか。ミキティ出口また間違えてウロウロしてる。早く酒飲ませろよ。いや、おのずだ。酒ガソリン酒飲ませろ。ガソリン飲みたい。え、なんで。え、通報されるじゃん。いやだから一回切って切ってもう一回やんの。場所移動する。あー、バー切ったれ。お前が一番切る。人が入ってもら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 ヒカルと俺は頑張ってもら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 って頑張りようだ。バレさんも頑張った。いや、めっちゃ感動した。審査員か分かんない、MC か。いや、正直、イケメンで女子にキャーキャー言われてる、普通にかっこいい配信者、イケメン配信者だと思ってたけど、めちゃめちゃもうかっこよかった。超ファンになった。山手線もやり遂げたし、うん、富士山もやり遂げたし、いつも任務を遂行してる。超感動した。金馬ちゃんいつも途中でやめるスタイル。山手線も途中でカラオケ行ってお酒飲む。あと野鳥に隠してるスタイル。なんか喧嘩したんだって。まあ、それもあと今やったらめんどくさいでしょ。いや、店の中でやる方がめんどくさいわ。いや、一回こっち行こうよ。じゃあ移動しようかよ。なんだ俺。おやすみ切れ。なあ、みんなも寝れなかったでしょ、なかなか。結構いろいろ見てて。すごい感動したっていう声めっちゃ多いっすよ。ね、いや、豪華なメンツでさ、
ういっすいっす。あ、俺も一緒に行こうかな。行っていい？金田さん、タバコ吸ってきていいですか？僕、光くんと。あ、いい、とんでもないです。いや俺、ヒカルくんが一番絶対一発逆転するってずっと張ってて、超感動した。すげえかっけえわ。なんか見なきゃばっかりですよ。ねえ。ねえ。すげえよかった。今日、寝すぎて時間の感覚狂った。やっぱり金だけ受け取りに来たな。おい、金を受け取りに来たな。どういうことだよ、おい。金を平然とアルコール臭い感じで。マジですか？プリンさんいらっしゃい。ヒカルくん超仲いいよ、これ。ヒカルくん尊敬してるもん。すげえな。うぃすぃす、お疲れ様でーす。すげえ。バーガープレゼントありがとう。それはちょっとね、あのリスナーさんの声をね聞かないとね、やっぱり金だけもらえたらもういい。マジか。いや腹くくったわ、ほらちょっと腹くくるわ。朝一にさ、エゴサーチでやっぱみんな気になって速報を見たら、爆笑したらテレビ局に出たっていう。あ、僕リア凸と趣旨違えだろっていうところで爆笑して。でもテレビ局に行って、日テレのアナウンサーとかね、ポイントついてるのかと。なるほどなるほど。助産とか行くじゃないですか。はいはい。ポイントついてるのかで、もうせっかくだから験担ぎで、はいはい、早くね、はい、もう出てやろうって。そう受けたんだけど、キャプチャー見て爆笑。出てやろうっつって。最前列だったもんね。そっからっすね、一気で。クレームの嵐だな、俺の放送。クレームの嵐なんだけど。Twitter、インスタ。あ、フォロワーさんありがとうございます。新しいフォロワーさん、紹介します。新しいフォロワーさん。みなみさん、リーチさん、フォローありがとうございます。フォローありがとう。やべえな。ワドさんのメールに関してなんですけど、うん、どうしますか、うん、ツイッターとインスタやってる人いるじゃないですか、うん、その場合ってどういうインスタの理解も、インスタもツイッターも両方ともカウントします。そういう場合は両方カウントしてくれる、両方やってくれたら両方もちろんカウントします。両方やってくれたら、要は、ツイッターが3万人フォロワーだったら、3ポイントじゃないですか。はい、で、インスタグラムが5万ポイントなら5万ポイント、8ポイントじゃないですか。はい、で、両方でリツイートしてくれてたら、8ポイント倍16ポイント。もちろん。ツイッター、インスタとかフェイスブック3つやったら3つ分。3つ分です。もちろんです。もちろんです。そういうみたいです。もちろんです。集計、すげえな。もちろんです。両方だと全然違うぞ。ね、全然変わってくるね、これだと。やば。
おい、こんばんは。これからみんな集まって結果発表してますんで楽しみにしてください。今回配信でヒカルくん好きになりました。おお、素晴らしい。企画していただいた和藤さん、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、企画者は僕じゃないです。あ、今回企画したのは、生主プロダクションのリアルライフさんです。僕はあくまで司会進行とジャッジだけです。はい、リアルライフさんから依頼をご依頼いただいてるんで、僕は企画者じゃないですよ。運営側じゃないです。はい、うん、僕じゃないですよ、企画者は。僕もあくまで司会です。いや、本当に、ヒカルくん好きになったわとか、すげえわとか、嫌いだったけど、根性あるわとか、めちゃめちゃもう、悪口一言もない。マジで。すげえ、ほんと。アンチが囲いに変わる瞬間を見た、俺は。ぶっちゃけな話、すげえ好感度一番上がってたよね。ヒカルはいい仕事した。やっちょもいいよ、つって。あと三木町ですね、一回。そうっすね。戻りますか。はい。戻りましょう。いやー。マジで男あげたよね、ヒカルくん。いや、マジで、ヒカルくんは、ほんと、ずーっと酒飲んでるけど、やるときマジで、企画のときマジパワー出したんだよ。全力で1位取りに来るし、絶対めげないからかっこいいんだよね。目標があるとやりやすいね。モチベーションあると、マジ走るよね。あ、もしよかったらそろそろ結果発表するんで、番組の方リツイートお願いします。皆さんリツイートお願いします。そろそろ始まるんで、ミキティさんも来てリツイートした人は、リツイートしたよってお願いします。全部の配信皆さんリツイートしまくってください。ヒカルくん、ミキティ、新八町、和道、ヒカルくん、金梅さん、全員リツイートお願いします。賞金についてはまず考えていくから。お願いします。リツイートしてくれた人はリツイートしたよーっていう感じで、全員の配信者の拡散してください。結果発表を受けます。緊張するなぁ。いいね。誰がどんな結果になるんだろう。みんな最後に聞きたいんだけど、最後に聞きたいんだけど、全然寝て酒飲んでばっかりの人に賞金渡す必要ある？最後に聞くわ、最後の質問。全く企画をしなくて、里見さんのせいに全部押し付けてた、ね、今でもアルコールの匂いプンプンさせてるね、人に賞金渡す必要ある？どう？みんな分かった。俺ちょっと嫌われ役になるかもしんないけど、ちょっとぶったたかれるかもしんないけど、ちょっと腹くくるわ。正直仮想配信者で、正直あんま揉めるの嫌だけど、正直分かった、みんなの気持ち分かった。うん、オッケー。一人もいないわ、あるっていう人一人もいないわ。オッケー、わかった。みんな、もしかしたらこの放送荒れるかもしんないけど、ごめんね、荒れたら。ごめんね。ちょっと、ヒカルくんも後輩だし、新八もさ、あれだから、ちょっと、俺しかいねえと思うわ。オッケー、わかった。みんなの気持ちはわかったわ。わかった。みんなの気持ち分かった。酒飲めるとは。なんで俺の携帯触るの。頑張るわ。ごめんね、みんな。同時にできる。いや、ごめん、本当にちょっと嫌われるかもしんねえわ。金梅さんに嫌われたくねえけど、俺金梅さん好きだから。金梅さん大好きだし、俺ずっと見てきたから。金梅さんのストッキングの配信とかもうコメントガタガタ打ったんだよ、電車に乗って。実は金梅さんがストッキングかぶった ところから俺のコンドームマンが生まれてんの。 あそこの赤いパーカーの人、コンドームマンの生みの親だから。あの人、俺の
コンドームマンの生みの親だから実は。元ネタだから、あの人。俺が金梅さんのさ、パクリ配信やって、いかにさ、あの人をリスペクトしてたかわかるでしょ。まあ、言うべきことは言うわ、ちょっと。がっかりだわ、今回、ほんと。酒くせえし。ハートありがとうございます。インスタとかやってる。あ、来た。来た。あー、有吉さん、会えなかったね。会えなかったですか。ミキティめっちゃいい匂いするんだけど。なんだこれ。ラブホから出てきたばかり。ミキティなんかめっちゃシャンプーの匂いする。じゃあ一旦放送切ってどうしますか、別に。そうですね。はい。じゃあ皆さん一旦放送を切ります。はい。はい。ではですね、会場に移動しますので。一旦切ります。何？切ります。会場に移動したらまた。よろしくお願いします。配信外で集計して配信回しますんで頑張ります。いやマジで腹くくるわ、ごめんね。いや荒れるかもしんないけど、ぶったたかれるかもしんないけど。ブログの場合どうすか。はい、ブログの場合とかブログの人数も入ります。アメブロとかアメブロとか多分そういう、ちょっとそれじゃあ配信来た後話しようか。あ、ブログの場合ですか、うん、多分そうして今集計してもらってるんで、多分今つないでる時に一応じゃあ集計で上げてもらって、それでちょっと判断しますよ。一応ルールに載ってなかった部分はあるんで、はい、うん、ちょっとそれ考えますんで、一応そのそういうのもあるんだよっていうのは一応投げてください。よろしくお願いします。すいません。オッケー、ブログとりあえずできたね。ありがとうアスカ、ブログ一応集計して、あ、集計してそれをカウントに入れるかどうかちょっと考えます。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます、はい、考慮します。お願いします。ごめんね、ちょっとごめんね、みんな、この放送ちょっと荒れるかもしれないけどさ、言うべきことは言わないといけないと思うんだよ、仕事だから。ちょっと嫌われる、また嫌われちゃうかもしれないけど、ちょっと頑張るわ。みんなお疲れ。あ、やついの話、いや、新八さん、ちょっとだけいいですか、新八さん。あの、例外なんですけど、うん、影響力ある方で、アメーバブログとかでも影響力ある方がいるとしたら、うん、はいはい、ちょっとそれもなんか集計に後で。アメーバの？アメーバとか、なんか他にこういうのもやってるんだよ。フレーズブログとか？あ、なんでもいいです。他にこういう。それ、キリなくね？キリないか。ややこしくなるやつ。確かに確かに。そうやったら俺もラムメロとかやったらクルーズもあるし、うん、バインとかだってめっちゃ多いよ。確かに。バインもありなのか、じゃあ。だよ、ですよね。じゃあ、それちょっと配信来て。全員で話しましょうか。最初に言ってたのは Facebook と、うん、インスタと Twitter だけだよね。ですよね。その3つでいいんじゃない。そうっすね。じゃあちょっとそれで考えますんで、ありがとうございます。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。おつでーす。また後で。この動画あれにし履歴残しとか、これ YouTube したり。あ、了解です。あ、もうつけてんの。いや、まだ。だから全員映るかな。ライブボタン押してもらえない。結構しますよ。ライブしたとかで通知に。最初みんなでつけて、最終的に一点に集中しよう。ミキティもいいよ、配信して。お母さん一回配信して、そのやっちくんの枠から2位収納させてもらえますよ。あ、そうだね、うん、まあ、多分一番いいアングルはこれ動画にしてみて iPhone セットガスはいい。ツイートリツイートされたらいいと思う。やっちゃう、うん、それは任せる。ちょっと横まで目の悪いからコメントは全然見えない。ここで携帯見るしかない。あのツイートはここに書いたわ。リンクで飛べる。あ、待って、ツイートでいいから。俺あのバンだからコメントできない。あ、そうなの、ね。
めっちゃ受けるお前ができないんだよ、カウントロックなのツイッターで通知もリツイートになる、これ見て、うん、リツイートってことコメントが送信できない、めっちゃ受けるシェアもできない、見るはできる、みんなで配信してコメントしようとした方がいいです、あできないんだ、やっぱ配信して集中させそうせやね、それが一番いいよ、それが一番絶対いいよ、枠開いたツイッターって見てないからね、今ね30分で集中して、俺の枠に集中させようぜ、やばい、言い出した、こんな2人しか映らない俺の枠に、ワチ絶対ツイキャスの方が出るだろワッチ入れないと思うよ、でも前さんの時点でワッチ多いしね、多いけどね、うん、今月乱取りたいだけじゃない俺は自枠はしときたいんだ、ワッチお疲れありがとう、本当に情報提供とか履歴残したい人だから最初の画面だけみんな映って、はい、ヒカルくんこっち来て、はい、こっち、はい、イエス、10秒ぐらいは、10秒待って、もういいかな、うん、もうない、ちょっと待って、そこにサプライズ一人ずつダメなってんじゃん、最初だけで一瞬中殺しちゃうんで、じゃあ皆さん、じゃあ僕も脇開けて、これ見せていいですか、あ、いや、なんかみんな食べるかなって、はい、私は思いながら、お尻が食べたかった、なんかこの子だけだから配信始めます、男子、おっさんってカテゴリーなんだそう、俺おっさん、おっさん、俺のカテゴリー見てみて、一回学生、学生嘘じゃん男子、学生って言ったわ嘘じゃん前は顔出しにしてたけど、カテゴリー学生です、こっち、こっちください、あれ店員さん、醤油どこやった、お疲れ様、今だけ臭そう、ありがとうございます、でも前さん臭くないですよね、さっきお風呂入ってきました口が臭いだけだわ今から結果発表するんで、もうちょっと人数だ、じゃあどうします、 5分後くらい、うん、すいません、5分後くらい行って、すいません、あの生コーラ、あ、コーラだよ、あ、コーラ、生3つとコーラを2つ、はい、まれ、いや、まだわかんないんで、お願いします、空いてるかプラスを下げて、はい、はい、大丈夫です、ミキティがさっきからね、女子力が高いんだよ、いや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 、めっちゃ高いですね、女子力、はい、飲んで飲んで、それ飲んで、あ、ごめん、それを飲んで、氷なし、まあ、水があって、すいません、はい、はい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。ツイッター見てる。ハグってる誰か、誰かが。ハグってる。ハグってる。ハグってないし。ハグってコラボしてるでしょ。1900人、1500人。無音だよね。大丈夫だ。無音、うん。今聞いたけど大丈夫。今から連れてった方がいいか、なんかヒカルさんに合わせろって言ってくる人いるじゃないですか、誰、ハヤト、ヒカキン、やっちょ、アイカさんからリブ返ってきてるよって、ヒカキンさん、誰か、ハヤト、ハヤト今し、歌舞伎町いるんですけど、どうですか、ヒカキン、ヒカキンさん、あ、なんか愛花さんから、愛花さんからリプ返ってきてくれて、愛花さん、愛花さん、愛花さん、え、マジで、うん、
マジで？あやかさん、あの AV 女優の。すげえ。マジで？リプ、リプって言ってる。リプかよ。リツイートじゃないね。じゃあ、横顔と後ろ姿で、あやかさんって言ったんだよ。で、それで、あんま気づかなかったから、声は映ったのよ。で、そのイベントの上に行っちゃったから、それで俺リプ送ったのよ。今日は偶然見かけたんでって書いて。で、それが、そう、俺が、ここのツイートに書いたの、一方的に。面識ないけど。すげえ！はい、おお、すげえ！はい、マリカさん本人からリプ来てる。やべえ、俺面識ないのに。あら、新八丁君、東京来てるの、声かけてくれたのに、ごめんなさい、全然聞こえてなかった。それで声かけてくれてありがとうございます。めっちゃ律儀じゃん。はい、ピッコイさん、こう光る。はい、8万5千人の人だ。 AV 女優、有名な。あ、もらって、もらって。ノーリアクション。8万5千の有名な AV 女優。ちょっと光さん、ちょっとワンチャン分かんないですけど、これすごくない？ハヤトンさん、歌舞伎町で今結果ってるなんですけど、歌舞伎町まで現れますから、最高。かわいい。ヒカキンさん、ちょっとすごいし、リブ編ギター、面識ないのに。でもしかしたらヒカキンさん来るかもしれない。嘘だ。うるせえ、殴らない。フォローしてほしいな、相川さん。ありがとうございます。ヒカキン来るか。ハヤトちょっとゲームもらっていいですか。その後知り合いだっていう。ヒカキン来ないでしょ、ここだ。ちょっと来たら1万くださ来たら、ヒカル1万やる。いや、俺来なかったら疲れたってさ。来るわけないよ、こんな汚れの集会。汚れの集会で。ヒカキンさんの値段1万にするのやめた方がいいですか。確かに。あ、5分だった。じゃあ、やっちょくんの方で枠やって、結果発表するんで。あ、今竹本さん、お疲れです。あ、TJ さんの主演ですね。あ、竹本さん、捕まった人。今 TJ って主演。あれだよね。あ、じゃあ、一回ちょっと切って、やっちょくんの枠で皆さん、よろしくお願いします。今から結果発表始まりますんで、来てください。やっちょ枠、やっちょの枠に移動しますね。私は犯罪者じゃないよ。お願いします。私は犯罪者じゃない。ツイキャスな？ふわっち。ツイキャスなけど。おすすめ載ってるから。じゃあ皆さん、新八丁さんの枠でお会いしましょう。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。